キャプテン翼の漫画での連載を終了することにしました。1981年に漫画雑誌「週刊少年ジャンプ」で連載を開始した「キャプテン翼」。ボールは友達、そんな言葉を胸にサッカーの天才少年主人公の大空翼がチームメイトやライバルたちと共に成長する姿を描いた漫画。コミックスの全世界でのシリーズ累計発行部数は9000万部以上。テレビアニメーションやゲームなどにもなり、世界の50以上の国と地域に流通したといいます。4月初旬に発売される予定の「キャプテン翼マガジン」の掲載話をもって漫画での連載を終了することを出版元の集英社が5日に発表しました。連載43年目の決断について漫画家の高橋陽一さんは、週刊連載をしていた頃と比べると老眼やめまいなどに苛まれ、だいぶ身体にガタが来ていることも確かです。そういった体力の衰えと昨今のデジタル化の波による執筆環境の変化などにより、以前より漫画の執筆ペースは落ちてきました。現在63歳の高橋さん、およそ10年前キャプテン翼を描く上でのこだわりを明かしていました。サッカーシーンの一番の醍醐味はやっぱりゴールが決まった瞬間だと思うので、そこに至るまでの、やっぱりシュートのポーズだったりとか、そこに至るまでの流れだったりとか、それでゴールを決めた後の、そのポーズだったりとかっていうのは気をつけて書いてます。翼くんの髪の毛後ろがちょっと跳ねてるのはやっぱりスピード感というか、もう走った時にこうなびく感じが。より迫力出るんじゃないかと思って、そういう髪型にしたんですけども。サッカー元スペイン代表で2018年から5年間 J リーグヴィッセル神戸でプレーしていた世界的スーパースターアンドレス・イニエスタ選手は「キャプテン翼」を読んで育った一人。高橋さんの仕事場を見たいと訪問したことがありました。また同じく元スペイン代表で J リーグサガン鳥栖でプレーしていたフェルナンド・トーレス氏もキャプテン翼でサッカー選手を夢見たといいます。世界中のサッカープレーヤーに夢を与え影響をもたらしたキャプテン翼。物語を完結するにあたって高橋さんは、今頭の中にはキャプテン翼の一応の目安の最終回までの構想があります。この構想を全て漫画化するにはこの先40年以上かかってしまうかもしれません。それを実現させるのは現実的ではないと感じた一方、例えばネーム、漫画制作の元となる絵コンテのようなものなどの形で物語を残すことだけに集中すればできるかもしれないと思いつきました。簡単にできる決断ではありませんでしたし、いつも「キャプテン翼」を楽しく読んでくださっている読者の皆さんには残念で寂しい思いをさせてしまうかもしれませんが、この決断を理解していただければと思います。今はまず連載の最終回までの原稿を全力で描き切ろうと思っています。